生育観察と田んぼにいる生き物の観察、農業について学習していきたいと思います。どれくらい株の本数が増えたかを調べたり、稲をスケッチしたり、田んぼにはどのような生き物がいるか探したり、いろいろ自分で考えてみたり触ったりして学習してください。今は田んぼの稲株が増える分月っていう稲の最大の特徴である茎がすごい増える時期がそろそろ終わる時期です。その分月が終わったら稲から穂が出て出穂といって、稲の穂が見れる時期にもうすぐなってくる、そんな今時期です。分月して茎が増えて茎が何本あるか、でその次のページ茎がいっぱい今表と裏の出てきました。それバッタ。あ、見て見て。じゃあある。目ん玉もある。いいものしてる。47。って書いた？糸どんぼ。二つ目の。家さん危ねえぞ。待って、あそこにカエルが。植えた株によって違うんですけど、これで大体22ぐらいありました。白い機械みたいな。まあ、持って行って、おじさんの携帯電話に水の水位、水の深さと水の温度をお知らせしてくれる機械です。10分ごとに乗ってきて。田んぼになんか肌色みたいな、すごいちっちゃい虫がいっぱいいたんですけど、それはなんていう。はい、すみません。